ジメルカプトコハク酸とも呼ばれ、鉛、水銀、およびヒ素中毒の治療に使用される医薬である。テクネチウム99メートルで放射性標識されると、様々な種類の診断テストで使用される。フルコースは、19日間の経口投与である。2回目の投与の前に2週間以上が経過している。必要がある。一般的な副作用には、嘔吐、下痢、発疹、および、 血中高中級レベルの低下が含まれる。使用に伴って肝臓の問題やアレルギー反応も発生する可能性がある。妊娠中の使用が胎児にとって安全かどうかは不明である。ジメルカプトコハク酸はキレート剤ファミリーの医薬品に含まれている。ジメルカプトコハク酸は鉛や他の多くの重金属と結合することによって機能し、 それらを尿中に排出することを可能にする。ジメルカプトコハク酸は1950年代から医学的に使用されて決まった。それは世界保健機関の風皮水薬品モデルリストに載っている。米国では2015年の時点で硬発薬品は利用できなかった。ジメルカプトコハク酸は血中濃度が 45G デシリットルを超える小2の鉛中毒の治療に適用される。 ダイヤモサの使用は基地の鉛汚染環境での暴露を見越して鉛中毒を防止するためには承認されていない。ダイヤモサはマウスの血液のお門を通過できるが人に当てはまるかどうかは不明である。ダイヤモサが中枢神経系に与えられた損傷を元に戻すことができない場合でもさらなる悪化を防ぐ可能性がある。ダイヤモサは鉛の尿中排泄を促進し 十分に積極的な治療により、脳内の鉛含有量を減らすことができる。また、銅と亜の尿中排泄も増加させる。ダイヤモサは、鉛に暴露されたラットの認知機能を改善したが、鉛に暴露されなかったラットの認知機能を低下させた。ダイヤモサは、化学式法に CCHCHCO2H で表される有機用化合物である。無色の個体で、 二つのカルボキシル元と二つのジオール元を持ち、後者は穏やかな不回収の原因である。メソ型とキラルデシリットル型ができる。二、サンジュメルカプトコハク三分子は二つの立体中心、二つの不正炭素原子を持ち、三つの異なる立体異性体として存在する可能性がある。二 S、三 S 及び二 R、三 R 異性体は、 エナンチオマーのペアだが、にある、酸へ水生体は、メソ化合物であるため、光学的に復活性である。ダイヤモサは、アセチレンジカルボン酸を、チオ硫酸ナトリウム、または、チオサク酸と反応させた後、加水分解することによって調整できる。ジメチルエステルも知られている。メソニ酸ジメルカップトコハク酸は、HG2 や PB2 などの、柔らかい重金属に結合し、 これらのイオンを排泄できるようにする。チオール元を介して金属価オンに結合し、チオール元は作化するとイオン化する。ダイヤモサは大量の水銀を消費し、社員の中毒を防ぐ薬を探していたスベルドロフスクの電気企業の一つから委託されたウラル工科大学の部位のランバーグによって最初に合成された。1五十七年、中国の科学者たちは、 ダイヤモサガート主席の過剰摂取によるアンチモン中毒を効果的に治療できることを発見した。ヒ素と水銀による動物中毒の顕著な保護効果は1962年にアイオカニシュナコーバによって最初に示された。1984年に現在は廃止されたボックファーマシューティカルカンパニーは FDA に希少疾病用医薬品のステータスの承認を ケメットの商品名で要求し、FDA は1991年にこれを承認し、1998年まで独占権を提供した。これは1996年に後継のサノフィに伝えられた。ありがとうございます。